皆さんこんにちは、 DK です。私の飼ってる石亀のベビー、尻尾をかじられてですね、尻尾が完全欠損した、個体です。ちょっとカメラで見えにくいんですけど、欠損した部分はですね、完全に治癒したようです。本人も元気に餌を食べてます。ちょっと怖がって隠れてますね。一足先にですね、他の兄弟たちとは一足先に亀池の方に放流しようかなと思ってます。もう大きさ的にはですね、どのくらいだろう、もう5センチは超えている感じですよね。もう大丈夫だと思うので、亀池の方に今から放流したいと思います。今辺りの様子を伺っているようです。なかなか動き出しませんね。ですね、先にですね、亀池の方を慣れさせておこうかなと思って、亀池の方に放流したいと思います。動き出しましたね。まずはですね、池の中で水場が亀池のどこにあるかを、水場が亀の庭のどこにあるかを覚えてもらうことが先決と思いまして、亀池の方に放流しました。